皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。夕闇通り探検隊、今日もやっていきたいと思います。前回はですね、再開発の噂の方が、終わりました。無事にね、まあ、ちょっと、いざこざがあるかなみたいな、いざこざというか、まあ、ちょっと、思ってた結果とは違ったようなみたいな、そんな感じなんですけど、今回は、あれだ、水子の噂か。あれがまだ途中だったんで、それを進めていきましょう。今日で30日か。もう、あと何回、パート何本ぐらいなんやろな、終わるのが。ねえ、ちょっと、すごい気になって、今ね、この夕闇通り探検隊を、めっちゃ優先的に進めているけど、噂が確か、2個になったはずだから、2個になったんだっけな。まあいいや、ちょっと、取れると思うんで、まあちょっとくるみでやっていきましょう。取れるみたいなんでね、次のやつが、確かね。そしたら私のことじーっと見るのよ。なんとか星人とかブツブツつぶやきながら、すごい匂いだったんだけど、私怖くて動けなくてさ。そういえばうちのクラスにもいたっけね。うん。ねえねえ、何の話してるの。くるみも混ぜてほしいな。てんてんてん、どうせ誘わねえんだろ。シーナ、知ってる？高架四角公園にね、あんたの友達が引っ越してきたよ。友達？友達？そう、そいつも宇宙から来たんだけど、シーナにすごく会いたいって言っていたよ。本当？相葉みなみちゃんちゃうん、それ。本当に本当。だから絶対ね、会いに行った方がいいよ。わーい、みたいな。公園の友達の噂。キャハハハハハみたいな。ね、宇宙人同士仲良くしていいな、みたいな、ね。ことを思ってんだろうな、きっと。てか、なんで宇宙人なんだろうな。さて、じゃあまあ、スキップして、あれだ、水子の、噂を進めていこうか。そうだな。もう、これは、もういいんかな？まあ、一応聞いとこう。見落としがあるかもしれないからね。あ、そうそう。なんか石を拾ったんですよね。シーナにあげればいいんだよって。そうだね。カスカちゃんに会いに行くんだよな、この後。よし。じゃあまあ、くるみで行ってみよっか。小町通りは確かこっから行けるはずだ。かすかちゃんに会いに行くよって。さて、こっちから行けるよね。まあ、今回話すこと、そうだね。例えば昨日、あれなんですよ、まあ、今ちょっと僕ね、まあ、ちょっと婚活パーティーを結構行ってるわけないんやけど、水族館で、パーティーみたいな感じで行ったんですよ、この間。で、まあ、なんか、まあ、もともとなんか、テーマパークというか、まあ、いろんなお店が、たくさんあるところに水族館があるみたいな感じのところだったんで、まあ、水族館以外にもいろいろ行ったんですよね。そこで結構話とか弾んだりしたんですけど、で、前に、
なんか LINE 送ってもなんか既読されたみ、既読スルーされたみたいなのがあったんですけど、今ちょっと返された感じですね。うん。まあ、今後、その、ね、LINE が続けばいいんですけど、と言っているたら、あ、かすかちゃん。帽子のお姉ちゃんがおててに隠してるものなーに？内緒。かすかねはわかっちゃうもん。何？耳に当ててごらん。石よ。何？海、海の波の音がするのかな？なんか泣いてるのね。なんか泣いてる。水のちっちゃな子。真っ暗あったかなところゆっくり溶けて流れていくの。帽子のお姉ちゃん、そのうちかすかにちょうだい。本当にあげ、本当にあげるみたいやな。これかすかちゃんにあげるために持ってきたのよ。本当？お姉ちゃんありがとう。泣かないようにおまじない。もう大丈夫。あれでいいんかな？ああ、昼寝駅に強制的に移動させられた。これでいいんだよな。いいんかな？ねえ、結局あの場所何だったんだろう。なんだよ、石のことが片付いたと思ったら、今度はまたそっち？ピカピカの場所だったのね。なんであそこだけ光っていたんだろう。上のマンホールから光が漏れてたに決まってるでしょ。じゃああの鳴き声とかは？確かに。やめろよ、トイレ軍団じゃないんだから。気のせいだよ、気のせい。でも。だったらなお。自分でどこのマンホールか調べてみればいいじゃん。ああ。マンホールね。これは、あれかな、ついでに、行けないかな。こう、犬の噂とか。あ、ちょっとどうだろう？できるかな？確かなんか犬が出てきて、ねって、黒犬？そう、狂犬病の大きな犬なんだってさ。くるみそれ見たいな。そりゃ大主やばいでしょ。早くお家に帰んないと。へぇ、サンゴも怖いんだ。あのさ、黒くて大きな野犬にのしかかられて、生きたまま食いちぎられるのが怖くない人、知り合いにいる？大げさだよ。あのね、世の中の犬がみんなメロス見たから少し足んなくて、弱っちいとか限らないでしょ。まあ、確かに、大型犬って基本的に獰猛で危険なんだよ。そんなのが人の腕でも加えて。街を徘徊していたら、わかった、一緒に帰るよ。ごめんなお、一人で帰って、なんか私、それ、一目見たくなっちゃった。あのメルスを置いてってね。私のボディーガードにするから。やだよ、じゃあ僕も行くよ。わい、みんなで犬さん見に行こう。さて、メルス、なんかあったらあんた、私を守るんだよ。目を挺してね。すべては メルスに。ね、託されたね。あれ、なんか水子のやつがなんかまた光ってる。あの穴、何度か右に折れたけど、かなり歩いたと思うけど、かなり歩いたっていうのはあんまり当てにしない方がいいよ。私の勘では、そうね、行けて病院通りぐらいかな。病院通りのマンホール？あんまり本気にすんなよ。それがね、本気なんですよ、みたいな。軽金賞、懐かしいね。神社とか近いじゃん。寄らなかった？僕はあんまり。貝橋大通りの向こうから近いんだよね、割と。その辺りが黒犬のテリトリーってわけ。神社の近くから喧嘩。
あー、でもちょっと時間的にな、どうしよっか。まあ、あれだな、なんか進めれるらしいけど、まあちょっと無理だったらごめんなさいっていうことで。奥の、ねえ、林坂横丁やろ？まあちょっとこれはいけそうにないかな。まあ、ダメ元。とりあえずお祈りだけっていう程度でもね、寝てきたらいいね。でもあれだな、狂犬病か、土佐犬とかはね、ちょっと下手したら、こう、人を殺しちゃうみたいなのはあるけどね、なんかそういう事件も、あったし。まあ、ワンコはね、ニャンコと違って力が強いから、大型犬となると、なかなかね、ふう、ついちゃったな。ゴミボックス付近ってあったけど、ゴミボックス、どこだ？ここは違うな。もうちょい奥かな。まあ、まだ、絶望的に暗くはないけ、大丈夫だと思うけど。ワンコはどこかな？黒は。上。食べてるのね、なんだこれ。でかすぎやろ。追いかける。なんか殺されそうな感じするけど。でかくね。ちょっとあれは土佐犬のレベルか。なんか足。これ、妖怪じゃん。なんか尻尾すごい、なんか、ウインナーみたい。追いかけるんだよな、これ。なんなのね、あれ。追いかける。でもなんか、人は襲わないな。何これ。なんかくるみ大丈夫かこれ。襲われたりしないよな。壁すり抜けたよ。何？ ここどこ？ここが犬さんのお家？何なの？いや、あれ、犬なのか？足が6本だったよな。四足獣じゃねえよな。へえ。先に宿題済ませちゃいなさい。あ、これちょっとなんか初めて見る。あれだな。展開変わるんかな？お母さん、何？宿題サボってたでしょみたいな、そんな感じ。 ふわー、おやすみなさい。いやー、しかしさっきのはびっくりしたわ。
あと29日、30日切っちまった。はい、というわけで、今はあれなんだよね。噂が3つあるから、できないんね。まあ、適当にやって終わらせよう。スキップしておこうね、スキップ。さて、じゃあまあそうだな。黒い犬の噂。ちょっと見ておこうか。ねえなお、あの雰囲気、ちょっと非常事態とは感じないよね。当分、あのあたり、力の方がいいよ。残念だけど、そうみたい。でもあの黒、何もしないよ。あ、くるみか。シーナ、本当に見たの？うん、そう、くるみ、あの黒欲しいのね、欲しい？どこで見たの？でもね、お家帰ったのよ、黒犬さんのお家。どこ？どこって私に聞いてんじゃない？ああいう建物は忘れちゃった。チェ、真面目に聞いて損して。けどもう一回あの辺を調べてみようよ。シーナ以外の人間がね。あの黒い犬と言っていいんだろうか。まあ、ね、あの犬っていうことには一応しておくけど、まあ、そうだな。まあ、もう一回やるけど、そうだな。次、瑞子の次に行けるかな。まあ、行けれたら行ってみよう。さて、ここではナオ君を使います。ね、瑞子の噂を終わらせましょう。この病院通りの方にマンホールがあるみたい。これかな？お、これかな？あの時の音が聞こえるかな？耳をつけてみる。よく聞こえるよね。聞こえるもんなんかな？マンホールに耳当てただけで。ちゃんとやったことがないからな、俺は。なんか、音がした。なんか、へこんだ。何してるの？ん？あ。いや、別にあの、スカート覗きとかじゃないです。すいません。なんか、いいものでも見えるの？いえ、ここの下の下水って多摩川に繋がっているんですか？下水に下水処理場行きでしょ。多摩川に流れていくのは生活排水とか雨水とかじゃない。違ったっけ？この人何歳ぐらいの人や？そうなんですか。それにしても変なことしているのね。社会の宿題か何か？あ、まあそんな感じです。いえ、赤ちゃんの泣き声が。赤ちゃんの？あ、お母さんですか？まだお母さんじゃないよ。でも、もうすぐ、あ、妊婦さん？あらら。それって待ち遠しいですか？何それ変な子、待ち遠しいに決まっているじゃん。シングルマザーでちょっと申し訳ないけどね。あー。さて、そろそろ行かなきゃ。荷物とか、あ、気を使わないで、と言いたいところだけど。あたしんじ、坂の上なんだよね。うわぁ。悪いけど、お言葉に甘えさせてもらっちゃおう。ははは、妊婦さんを、ね、お手伝い、あ、よかった、助かったわ。今日は素敵な日、一日だね。じゃあね、ありがとね。元気な赤ちゃん産んでね、って。もう、
大変だろうね。ほんと。まあちょっと、男性にはああいう痛みはわかんないから、病院通りが見下ろせるね。あれ？ん？何？なんか見つけた。伊藤産婦人科？あの石があった場所ってちょうどあの辺だ。これでいいのか？つまり私たちは産婦人科の足元に潜っていたってわけ？産婦人科ってどういう場所か知っているよね？赤ちゃんが生まれるとこ？正解！っていうことは私たちが感じる消毒液の匂いも、なおが聞いた赤ちゃんの泣き声も納得できるでしょ？まあそうだけど、だけど何なんだよ。あの石は、あれはただの石でしょ。でもよく考えたらさ、あの石室内で湯浅に見せればよかったね。今回の話をこういういろいろ脚色してさ、そしたらあのチビ漏らしたかもよ。でもなんかよかったよね。何がよかったの？よさそうなお母さんで。その感覚ちっともわかんないんだけど。よかったら、よかったね。ねえねえ、サンゴちゃん、みずこって何？知らない。あー、みずこの噂終わった。そうか、もう、なんか、なんでも、ね。病院の音が聞こえていたっていう、単純にそういうことだったのね。まあ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 、かわいい噂じゃね？ということでね、ちょっと坂上地蔵のところでまさかこんなことになるとはな。さてどうしようか。坂行けるんだっけ？こっから坂行けるんだっけ？ちょっと行けそうないか。ちょっと無理がありかな。無理がありそうだな。まあ、ちょっと、あれだな。とりあえず、みずこの噂が終わったっていう、ね、まあ、綺麗な終わり方したから、まあ、今日はここで終わっておこうか。さて、今回は、ナオくんのところは、あるかな？何か、新しいエピソード。今日は塾はなしかな？ナオキ、ご飯よー。はーい。ねえ、お母さん、今日のご飯は何だろう？特に何もなかったな。はい、というわけで、今日はこの辺にしたいと思います。いやー、しかしあの黒い犬、やばいやつやな。なんかもう、ねえ。あんなのがさ、道端歩いてたらマジ二度見、しちゃうよね。もうなんか、ほんま、怖い。というわけで、まあ、ね、そんな怖いね、黒い犬の話だけど、まあ、次回、ね、まあ、黒い犬の続きをやっていくと思うので、まあ、その時までぜひ見てください。ご視聴ありがとうございました。それでは、バイニャラー。